はい、既成戦の、えー、第5局の、えー、2日目を、えー、やりたいと思いますはい、えー、ここね、今切られた場面で封じ手は、はい、予想通り、えー、当てでしたねはい、で、白はね、どういう構想を見せるかと思ったんですけどここで、この手を打た、えー、打たれたんですよねこれはまたどういう意味かちょっと全然わかんないんですけどはい、あのー、全く予想にない手でしたねはい。 そうですねちょっと説明が難しいですねちょっと意図が分からなかったので、まあ、この白をつなげようっていうような感じなんですけど、うんまあ、黒はまあこちらにね手がないと思えばこうね当然抜いて非常に大きいですよねもうこ,ここの味を解消しましたよね。 あそうですね、ちなみにこれは、まあ、これを狙った一応ねこれを狙った手だとは思いますね。この時に、えー、ぶつかりにはこれがないとねぶつかってダメだったんですけどこうやってねあの取る手が残ったということなので、まあ、一応意味はあるんですけど、まあ、上から打っといて、えー、まあこうやるかは別としてね まあ例えばこのぐらい打ってて、えー、この黒をねもう安全にしとけばなかなか負けにくいのかなとは思っていたんですけどねこの黒さえ安心に打っとけば、うん、これがまたねいや井山さんならではの手でまあ当然まあこれを誘ってこう打ってね、うん、この付け越しを狙ってるんですよね,ねまだねこの石。はい まあ当然白は怒りますよねこうやって白はもう何か取るしかありませんここも抜かれてしまってはいえー、まあこうやればこの石は取れるかもしれないんですけどここ打たれてしまってはねちょっとさすがにまずいこれ取,ら取ってもここ取られてしまっては勝てないと思いますのでまあこうやって頑張りました はい黒はあとねしのげばいいだけなので、うん、なかなかもうねうーん白もしかしたら投了もあるんじゃないかなと思ったんですけどここがねまたあのー、すごいですよねあの妥協しない打ち方で、えー、怖いんですけどねちょっと優勢だと思ったらこういう手は打てないんですけど。 まあこういうやって打つのが、ね、井山さんの碁ですよね優勢でも緩めないっていうのが井山さんの碁なのでそこがね強みでもあるんですよね、はい、ただまあ,あのや,やりすぎてしまうっていうこともあるので、えー、そこのえーまあ、見極めですよねはい、はい、これで一応こうみたいになりました はい、これも、えーまあウ材のつもりで打ったかもしれませんけど白は繋いでね、えー、これは決断の一手ですね普通こ,こ,こういうとこ繋げれば、えー、いけそうな雰囲気なんですけど、えー、もうねがむしゃらに取りに行って。 えーまあ、一応黒も振りカわりのコースが、えー、あったのは、まあえー、まあ一応、まあ、ラッキーというかね、はい、まだ投げずには済んだんですけど、はい、ただこうねやっぱり全て持ち込んで大きく太らせてしまってね取られたので、えー、この、えー、振りフわった時点では、えー、白に 部があったみたみいです、ねはい、あとはまあ普通に寄せてって、えー、なかなかね、えー、白は負けない形となったみたいですあとはもう簡単なね難しい寄せはありませんので、はい、こんな感じでね、えー、盤面で2目か3目ぐらいね残る、えー、黒が残るぐらいだったみたいですね。 はい、なので作れば3目半とかそのぐらいの差,差みたいですはい、えー、そうですね、えー、白番の、ね、河野さんが力を出していてね、えー、なんとか勝ち切りましたね七番勝負も負も、えー、面白くなったと、はいえー、盛り上げてくれましたね。はいえー、そうですね第6 第6局もね見れるということで、えー、楽しみにしたいと思いますはいじゃあそれでは、えー、今回はこの辺りで終わりにしたいと思いますはいそれでは、えー、失礼します最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします